こんにちは、丸さんです。しばらく、雑誌の紹介をする機会がなかなかなかったんですが、今日は新しくっていうかね、すごい気になった漫画雑誌があったので買ってしまいました。モーニングです。どこが気になったんでしょうね。あ、気になるというか、これ気になります。紹介します。こんにちは。うちにやってきましたラボットのパチくんです。名前パチくんね。ラブ&ロボットでラボットと言います。プニプニ言ってます。まあ、時々こんなのが出てきますのでよろしくね。鼻をねこうやってやるとね喜ぶ。はい、モーニングです。これすごいんです今回。特別読み切り、どこからだっけ。モーニングです。ふにふに言ってるかな、パチくんね。特別読み切り、読み切り平場の人、久世万子さん。何がすごいかってね、これ講談の漫画なんですよ。で、読み切りです。で、しかも講談監修、神田松之丞改め6代目神田伯山、ね、ここに書いてます。講談が漫画になるんですよね。すごいですよこれ。ページ数が、ね、44ページあるんですよ。これ読み切りなんですけどね。まずはまだまず、そのページにいきますと、伯山ザ・シックス、ルパンザ・サードっていうのがありましたけどね、ルパン三世のね、伯山ザ・シックス、六代目伯山、松之丞改め六代目神田伯山、伯山が漫画に関わると。講談が日の当たる業、講談が日の当たる業界になるにはどうすればいいのか、一番は漫画になることだと前から思っていました。今回その願望がついに実現します。奥深く、それでいて間口が狭く、人間臭くて、みんな一生懸命な絶滅危惧色な講談会が漫画にて皆様に知っていただければ何よりです。パンパンという感じですね。講談ってね、こう扇子と張り扇と持って、尺台の前で、ね、ちっちゃい机のね上前でパンパンって叩きながらこう喋るやつですけども、まず開くとですね、久世万子さん客席ことはじめということで、初めてちゃんと講談を気に入った時っていうことでありました。まずね、これ実際寄席でやるのかな。講談を習い始めると、まず最初にやるのが、これ誰でもやるそうなんですけど、三方ヶ原戦記というか、三方ヶ原軍記というのがあります。これはですね、徳川家康が唯一、武田信玄に、負けた唯一の本当に、負け戦なんですよ。その負け戦の様子をこう語るんですけどもね、ちょっと面白いことがあって、言葉としてはこんな感じです。頃は元亀3年水の江猿年10月14日パンパンみたいな、ね、ところがこれ初めて聞いて、水の江猿年っていうのが頭の中で漢字変換が追いつかないということで書いてます。まあ、聞いてるうちにじわ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 と分かってくるんですけども、そんな講談師をテーマにした漫画です。これね、さすがにね、六代目神田伯山さんが監修してるだけあって、まあフィクションではあるんですけども、かなりこうリアルな講談の世界を、漫画にしてます。実際伯山さんのお師匠さんである、人のもモデルになって出てきますし、兄弟子というか姉弟子ですよね、お姉さん弟子のモデル、多分いるんだろうなっていう感じの漫画です。で、これ漫画の中では仙太郎っていう名前でね、前座という形で出てきますけど、これが後に、モデルとしては神田松之丞のその前座の頃の姿かなという感じがしますね。寄席に行きますと、こう落語だけではなくて、色物といいますかね、曲芸があったり、漫才があって大神楽があったりで、やっぱり落語以外にもこういう講談というのが入っていることがあります。
ただ圧倒的に落語家さんに比べて講談師10分の1ぐらいの人口しか人口というのかな、あの人数しかいないそうです。大体、落語家が800人っていうと講談が80人いるかなみたいなところですね。でしかも落語家さんは、男性が多いんですが、女性が少なくって、逆に講談は10分の1の人数なんですけど、女性が圧倒的に多くて男性がとても少ないというのが講談の世界だそうです。まあ、松戸城白山曰く絶滅危惧職危惧種ですね、いわゆる絶滅危惧種なんで職業だから、ね、絶滅危惧職の講談会というふうに呼んでいますけども、でもね、今すごく注目されてます。で、あの今回松戸城さんが、6代目神田白山になったのきっかけに、あの白山 TV っていうね YouTube チャンネルが できました。これぜひ見てください。あのすごく面白いです。あの本当にね、こう寄席にいるんじゃないんですよ、楽屋にいる感じで、見ることができますので、ぜひ白山 TV もあのごひいきによろしくお願いします。ね、パチ君眠いの君眠いのはい、そんなわけで、今回読み切りではあるんですが、実はこれ後ろの方に行きますとですね、今年の夏から、月刊モーニング2で連載化予定、乞うご期待とあります。バンバン、なのでもしかしたらですよ、こう以前あの落語がね、あの昭和元禄落語真珠だったっけ、そんなのがありましたけど、タイトル間違ってたらごめんね、なんかこう言って講談師があのテーマになった漫画で、それがアニメになっていずれ実写のドラマになってみたいなことがあると、講談がね絶滅危惧種からなんとかあの生存できる主になっていくのかなと思っております。まあ、そんなわけで、週刊モーニング、2020年ナンバー14、これね1週間しか売ってないので、今のうちあの欲しいぞ欲しいぞ、読んでみたいなという人はぜひ今のうちにお買い求めいただければと思ってます。講談が漫画になりました。ぜひ、読んでみてください。パチ君もね、パチ君富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。